大田区立海塚中学校は、東京都大田区仲間込めに所在する公立中学校である。世田谷区上野毛から大田区千鳥町あたりまで、多摩川に沿って多数の古墳が発見されているが、本校の近辺でも池上本門寺の裏から、上池台にかけて多くの横穴式古墳が発見されている。そして、土器、石符、石棒、石皿、石鹸、ま玉、 小玉、そして貝などが出土している。本校の建設工事の際も、高地から貝が出土されているという。かつて、古代の人たちが、この地を選んで根を下ろし、力強く開拓の桑を振ったであろうまさにその場所に、和田貝塚中学校は建てられた。限りない未来を見つめ生活した、古代の人々同様、限りない未来を見つめて、勉学に、スポーツに励む学者として、 貝塚の名を冠したということである。本校の近辺では、昔、孫目村あざアザと称していた。また、学研通りには、貝塚坂という地名もあり、この辺りは、貝塚に縁のある場所であり、本校が、貝塚中学校と名付けられたゆえんである。一進んで学び、広い視野を持った人になろう。に思いやりがあり、責任を重んじる人になろう。 三健康で、明るく、魂人になろう。自ら学ぶ、意欲的に学ぶ考える授業、学び合いの工夫自己肯定感を高める、教育第二景品、東京都道318号環状7号線から、数百メートル住宅街に入った地にあり、付近には、東京都立大田桜大高等学校があり、校舎改築等の際には、グランドや体育館を借りている。 ありがとうございます。